ジェイソンでーす。ジェイソンですよー。私の名前はジェイソンですよー。無傷やん。大きい。キリも無傷やん。強く煽ってる。はい。ということで、今回はジェイソン VS ヒレオの戦いをしていきたいと思うんですけども、今までですね、この戦い、まあ、4回行われたみたいなんですけど、勝敗の方がですね、2対2の同点で、今なら引き分けみたいです。なんか1年で本当に1、2回ぐらいしかない、13日の金曜日なんですけど、なんか意外と均等に戦われてて、まあ、大体3本勝負してるので、今回も3本勝負で、ジェイソン VS ヒデを戦っていきたいと思います。猫鳴いてる。はい、ということで、第5回のヒデオ VS ジェイソンの戦いをしていきたいと思います。で、今回は、前回と一緒で、このガチホコを最初に割った人の勝ちです。それではガチホコバトル。位置について、よーい、ドン！さあ、ヒレオがまず一発目打っていく。どっちが先に割るのか。ヒレオの方がちょっと上か。どっちだ？ヒレオが少しリードしてる。ジェイソン頑張れ！インク回復中だ。インク回復中だ。ヒレオもインク回復してる。どっちが早いか、まだまだ戦いが続いております。そうです、時間はないけど、割れるのか、割れない。お互い割れない、お互いインクがない。お互いインクがなかった。これは、決着がつきません。先ほどのバトルでは、ちょっと勝敗がつかなかったので、延長戦で、さっきローラー持ってたんですけど、今度カーブを持ってきてもらいました。応援泣きました。ヒロ君の、ヒロ君の応援なんですね。ちょっとジェイソンかわいそうですね、少し。あ、煽ってる。煽ってる。ヒロ場外バトル挑むんですよね。位置について、よーい、ドン！さあ、どっちが勝つか？どっちが勝つのか、ジェイソン対ヒレオ。先ほどのバトルは少しだけヒレオくんがリードしただけで割ることはできませんでした。で、今までだったら引き分けが存在してたんですけど、今回は引き分けはなしで。今回引き分けなしで、やってます。もう先生堂々、どっちが割るかですね。あ！ヒレオくん！でも割れてない。俺のと割れてない。次のバトルはいかにビーコンを壊さないでゴールできるかっていう。よーい、スタート。さあ、2人で行きました。壊さないでいけるのか。2人で行きましたよ。さあ、2人とも壊さないでいけるか。おお、いったうまいな、2人とも。これも引き分け、これも引き分けです。はい、現在同点。今現在同点なんですけど、最後はピチ塗り対決でヒレオくん対ジェイソンに戦ってもらいます。で、ヒレオくんはこのピチ塗り対決結構うまいんですよね。ジェイソン頑張ってください。応援団はですね、ヒレオくんを応援してます。始まりましたヒレオくんうまいんよ、うまいよ。あいつまずまっすぐだってボロできた。うまっ。待って、ジェイソン頑張って塗られちゃダメだよ。ジェイソン頑張って。ジェイソン、最近これやってヒレオくんめちゃくちゃうまかったんですけど、あとちょっと残ってる。ジェイソン見て、ジェイソン気づいてない。ジェイソン、これ気づいてない。ここにあるの、これ
ジェイソン。これあるよ。ジェイソン、ほら。気づいてほら、ジェイソン。ああ。もうダメだ、ジェイソン。乾杯。ジェイソン、乾杯。第5回の、ヒレオ VS ジェイソンの勝負は、ヒレオくんの勝ち。